はテスト前以外は、マジで何も勉強してなくて、テスト前だけあのゴリゴリに勉強して、そのメリハリで上を目指したというタイプなので、そんな感じでやればいいんじゃないか。飯山さんはね、どうだろうね、まあそんなにまだ仲良くない実際1回しか会ったことねえし、なんか5人いた中の1人だったから、ぶっちゃけそんな喋ってない。60分間ちゃんと勉強し続けるよりも、あの45分間勉強して、その間に15分5分間の休憩を取りながら、あの勉強した方が勉強効率が上がるっていう、あのなんか東大なんかなんかの研究があったんで、あのちゃんと休憩を適度に挟みながら勉強した方が効率的かなと思いますので、全然長時間勉強してもいいんですけど、休憩は忘れない。その本当に才能に恵まれてるというか、そういう人は別にいいんですけど、あの多分普通の一般庶民の人は、なんだろうな、あのそこまであの自分の才能だけで食っていく力ってないと思うんで、あのとりあえずあのこれやりたいなとか、これの才能だと俺負けないなというか、この才能で絶対俺将来食いっぱぐれないなっていうものがない限りは、あのちゃんと勉強して大学に通って大卒の資格を持ってた方が、あの将来なんとなくあの有意義になるというか、あの幸福に暮らせるんじゃないのかなと思いますよっていう感じですかね。だから勉強しとった方がいいんじゃないかなと思いますけどね、安定に。